のことである気球に観測機材を積んだラジオゾンデと呼ばれる無線機付き測機を上空に飛ばし上空の気象状態を観測した結果を使用して描くこの際に上空の風に流される様子を捉えることでその地点の風向風力を観測する高層天気図に対し地表付近の気象状況を表したものを地上天気図という高層天気図と 地上天気図の大きな違いは、地上天気図ではその地点の気圧を表記し同じ気圧の地点を結んだ等圧線を記述するが、高層天気図では同じ気圧の高度を記述し、同じ高度を持つ地点を結んだ等高度線を記述していることである。一般的には850ヘクトパスカル、700ヘクトパスカル、 500ヘクトパスカル、300ヘクトパスカルなど、決まった気圧の天気図を作成する。図には、投稿度線とともに、ラジオゾンデなどの観測値を地上天気図と同様に、地点ごとに記述する。また、必要に応じて、等温線、渦度分布、湿順域分布、鉛直流分布などを併記する。また、複数の気圧を組み合わせた天気図もある。 複数の高層天気図と地上天気図を組み合わせて総合的に気象を分析すると低気圧、高気圧や前線の立体的な構造や大気の不安定度を把握することができる上、地上天気図ではほとんどわからない上空の気圧の谷などの動きを知ることができる。また、ジェット気流の分布と強さ、ブロッキングの有無、雪や大雪の目安などもわかる。 気象現象は、様々な気温、湿度を持つ空気が三次元的に複雑に入り組んで、運動する中で起こる現象であるから、その気候を理解するためには、地上天気図だけではなく、高層天気図も活用して三次元的な大気の構造を描き出すことが必要不可欠である。天気予報は、その理解の延長線上にあるものであるから、当然高層天気図は、 予報にも欠かせないものである。等圧面で解析する理由は、ラジオゾーンでは気圧を直接測定しており、地上の気圧と温度が分かれば速効公式から高度を算出するのでデータを得やすいこと。さらには、等高度の解析では、測定が難しい密度を扱わなければならないが、等圧面で解析することで、密度高を扱わなくても良いので解析が簡単になる。 ことなどが挙げられるありがとうございます